パンダです。今日は素敵メガネ道夫のパンダたちを紹介します。もともとは常連さんが周年の時に刺繍でこれを作ってくれたんですよね、はい、でそういうのもあってなんですけど、もともとはシャンシャンが生まれた時に見たくて見たくてしょうがなくて上野動物園に行きの、でこれシャンシャンが生まれた当時の重さ姿、パンダを好んで集めてるんですが、どうも商売に使ってるビジネスパンダとか偽パンダとか言われてはいるんですが、道を素敵ユニバーシティのフットボールチーム、はい、パンダのマークを入れてみました、はい、これだけパンダを思っておるということですはい、思ってもらってると言っております。いろいろなねパンダがお店に置いてありますので、遊びに来た時にぜひ見つけてみたりしてください。